ちゃこんにちは。チャンネル登録よろしくお願いします。早いか、唐突すぎるか。もうなんか、ね、枕言葉つけようかな。唐突すぎていいんじゃない。久しぶりに言う言葉だから。そうですよね、フレーズだからね。まあ、梅雨も真っ只中ですが、暑い日が全国的に続いているので、はい、どうぞ暑い日もこのチャンネルを見て、はい、さらに暑くなっていただきたいというところで、チャンネル登録よろしくお願いします。でグッドボタンもね、グッドボタン、はい、いいねもよろしくお願いします、はい、さあというわけで、はい、今日はですね、毎週毎週岡田監督の例えばぼやきとか今日の岡田さんみたいなのを取り上げてます、はい、このチャンネル、はいはい、今日もやります。やるやります、うん、なんと、はい、岡田監督、はい、やめろがトレンド入りなんでだよ。トレンド入りなったばっかりじゃん。就任したばっかりで、今現在ですよ、今現在また首位に返り咲きました。ただその前あれだけ差があったのに、1回 DeNA に 0.5 ゲーム差とはいえ首位を明け渡し3立てしました。そこからこれ順位予想でさ、はい、一旦ひっくり返るって言ってるじゃない。はい、言ってました。もうそんな状態だもんそらね、年間でね、さそういう状態に来るところがあるよ、うん、それしょうがないよ。でもね、でももうやめろが取れない。やめろそうです、まあ、なぜこういうふうになってきたかというと、やはりあの DeNA との直接対決で、まずはミーゼス選手がパフスイング取られました、うん、であれスローで見ても、まあ、ハーフスイングしてたんですけれども、それを岡田監督が球審何を見てるんだと、ハーフスイングしてないとまず話した。でその後 DeNA のイベントからこっちはおかしくなったと。で最後極めつけが佐藤輝明選手を2軍に落とした。ここでもファンが岡田やめろっていうふうに言ってしまったというところで、まあ、これまあ賛否両論ありますし、まあ、一部の案だとは思うんですけれども、どうでしょう高さん。まあ、ハーフスイングは選手を変わったんじゃないの、だと思うよ、はい、でイベントが長い。いやいや他の球団もそうだけど、はい、どの球団もそうだよ。まあそうですね、イベントやってますね、長い。いやいる。いやでもそこは来てるファンの方が盛り上がるみたいな。ファンは何を見に来てんだ。野球プラスイベント。じゃあイベントはイベントの会場を作ればいいやん、別に。あ、まあ別にね、俺はいらないと思うけどな。いち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 でできてさ、って走るタイプになってますよね。まあ、あのロッテも競争したりだとか、はい、うん、何が基準なのかなっていうのが思うんだけど、ま、勝ったとか負けたとか昔はなかったですよ、ね、いやだけど、まあまあ確かにね、うん、そういうのがあってもいいとは思うけど、うん、岡田さんは妨げになってるっていうような感じだとやっぱり文句は言いたくなるよね、まあ、そりゃそうだよ。そうですね。で、あのやっぱり負けが込むとどうしてもイライラするってな人間だから、そうなんかそこれが悪かったんじゃないかとか思ったりもしますもんね。でだから何か言ったことが記事になりやすいからさ、すぐ。そうです、そうです、うん、はい、だから穴の中に思ってるやつはたくさんいると思うよまあ、たくさんって言うと、いや、いろいろね、いろいろね、いろいろあれですけど、まあまあ、で、佐藤輝明選手がまあここに来て、2軍に降格で、まあ、これも賛否ありますけれども、うん、そこで岡田監督、辞めろというふうになってしまったと、うん、物事って、やっぱね、中途半端じゃ良くないんだよ、うん、破壊から始まるんだよ。はい、破壊から始まるっていうのはさ、やっぱみんな壊しちゃって、そこから新しく作り上げたものっていうのが一番こう新鮮でいいんだよね、はい、まあ、例えば日本ハムが再来年に俺は優勝すると思ってるんだよ。おー、はい、それ条件付きでね、はい、まあ、例えば加藤が、上沢が、FA を取ってる選手が出ていかなかったらね、はい、俺は再来年に優勝すると思う、うん、で中日はあと4年後に優勝すると思う。4年後、うん、はい、これはやっぱ新庄監督もそうだけど破壊から始まってる、はい、で新庄監督の時に、まあ、その西川、太田、秋吉って、うん、ノーテンダーというシステムで首を切った、はい、ね、だから再来年に優勝する。これも破壊なんだよ、チームを破壊、中心部をもう根こそぎどかして新しい新鮮なものをまず入れて育てようとする、はい、で中日は1年遅れたんだよ、うん、その現状維持で戦いながら強打を出し阿部を出しみたいな、はい、ね、出し切れなかった部分もちょっと中途半端だったなと思うんだけど、タツアンも、はい、だけど俺は立浪がそうやって新しいものを作り上げようとしてる時にあと4年後ぐらいに俺は優勝すると思ってるんだよ、はい、で里照の問題があるけどやっぱね破壊をした方がいい、うん、ということは一からやっぱもう一度立て直した方がいい。素質はあるから一旦なくしたとしても伸びてくるよ、うん、
うん、だから破壊をしないとやっぱ成長しないし新しいものが生まれてこない。2軍にいるから調子がいいからじゃあ上げようじゃなくて一旦破壊したもので新しいものが生まれてくると、うん、サトテルの中でね、はい、それは自分の感性感覚になってくるから、うん、今も持ってるけどその感性感覚は間違ってるんだよね多分、うん、だから新しいものを作り上げるために2軍に落としたとしたら俺は大正解だと思う。でそのファンの中で言われているのが、まあ、佐藤輝明選手の打率から言っても落とすような打率ではなくてじゃあベンチで併用しながらとかできないんだろうかとか、うん、毎年じゃあそういう成績ぐらいで悩みをチームが抱えるのかっていうことだよ、はい、そうですね、うん、だから一旦破壊をしてゼロにしといてもうそんな20本とか、うん過去の栄光そういうことは全部捨て去り勝つチームにはどういう人間が必要でどういうバッティングが必要だっていうのを彼だったら多分できると思う、はい、彼は頭悪くないし多分賢い部類だと思うよ。ただどうしたらいいかっていうのがまだ教えられてないのと、はい、やっぱバッティングもこのままではやっぱり毎年悩みをチームが抱えるようになるから、うん、抱えないでいいようなスタイルのバッティングを作り上げてこないとダメだと思うね、はい、その先のことまで考えての1回に落としてっていうことなんですね、うん、彼の人生のリセットだよ、うん、別れ道っていうことだよね、はい、だからそのために2軍に行った2軍でいくら打とうが打たまいが今の感覚で野球はやらしたくないんだよ、うんうん、それだけの素質がある選手だからさ、はい、中途半端な選手だったら併用でいいよ、うん、だけど彼にはやっぱ5番を打ってほしいし将来的には大山が抜けた後に4番も打ってほしいし、はいまあ、例えば森下だとか、うん、大山、サトテルこういうのでクリーンアップをガチッと組めればさ、はい、それは鬼に金棒になってくるよね、うん、だからそこをやっぱ岡田監督は感じてるんじゃないかなっていうふうには思うけどね。そうですね、うん、いやでも阪神の監督って大変ですね。大変だよお前なんかすぐやめろと言われてしまう。首位から陥落したらやめろってはいやいやそうじゃないだろうって終わってからってね、岡田監督はこういう状態じゃないことを想定してたんだ。はい、首位なんか走らなくていいよって、うん、だってオールスター明けたもん勝負はって言ってたのがあまりにもうまくいきすぎるからさ、はい、おかしくなっちゃうそうね。だってさ4試合ほど交流戦で9回に落としてんだよ、はい、それを考えたら岡田監督のせいでも何でもないよね、うん、コンディションを作らなかった選手のせいだよね。まあそうですね、うん、作戦とかではなくだからそういう意味ではそれも変えろって言われればそうなのかもわからないけど、うん、監督ってやっぱり信頼してあげないとさ選手を、はい、これはもう成立しないことでね、うん、まあこれから大変だろうけどね。そうですね、うん、でも岡田監督はこれから勝負だっていうふうに感じてるからね、うん、まだ焦ってないから岡田監督はね。そうですよね、中日の初戦で連敗を止めた時に記者さんが、まあ、これで連敗も止めてチームの暗い雰囲気もって言った時にいやチーム暗くないよと貯金中近くもあるんだよっていうのを話してたのがあやっぱり余裕あるしそうだよなっていうその時に思いました。やっぱねその日その日で物事を考えるよりも長期的に物を考えていつ笑っていつゴールを切るかっていうことをやっぱ指揮官というのは多分考えてるから、うん、いい監督はね、はい、だからまだ慌ててないんだよ。そうですよね、うんだから何を言ってんだってだから岡田監督就任して今までのその阪神というチーム選手だったり雰囲気が変わったりとかもちろん選手の状態とかも個々に上がったりとかプラスになってることたくさんありますもんね。まああるよね。そうですよね、まあ、ただその選手によってはマイナスっていうふうに感じてる人もいるだろうしね、うん、これはもう十人十色で、はい、いろんな考えのやつがいるし自分が優遇されてなかったら、うんこんな雰囲気じゃダメだってすぐ文句は言うよね、はい、これはもう仕方ないことだよね。だからやっぱこう優勝をするためにどう導いていくのか俺岡田監督が一旦ここら辺でチーム状態が悪くなってどうしていくのかって見るのが楽しみでしょうがないけどね。あ逆にそうなんですね。楽しみだよ。いい時なんか誰が監督やったってさやらしょけ勝手に点取ってくるわけだから、うん、でもこういう時にどうするのか一つの手はサトテルを落として、はい、まあいろんな、まあ、抑えが誰になるのかとか、うん、3番前側を使い出したとかじゃあノイジーをどうするのか、うん、これを見るのが楽しみだよ。
でチーム状況が一旦こう苦しくなった時、どうやってそこから立て直したり、どういう使い方をしてまた立て直すのかっていう、そこを見るのも楽しいですよね。楽しいなもう確かにそうだ、またぼやくからそうですね、いやぼやき倒すからねぼやき倒すけど、さすがに DeNA に3連敗して首位陥落した時は無然としてたらしい。やっぱりあの岡田監督でも喋ることなんてあるかみたいな、またそれかみたいな相当だったんでしょうね。相当だよ監督って大変ですもんね。いやだから途中でさ、いろんな評価を下したところ で周りがギャーギャー言ったって変わらないんだよ何も。そうですね、やっぱ中のものがどう変えていくか、うん、だからその手腕を見るのがやっぱ楽しみだし、うん、まあ、皆さんも楽しみにしとくと面白いよね、はい、そうですね、うん、いや本当に岡田監督になって本当に毎日のぼやきが楽しいですし、今あのね、うん、今1走走って、ね、はい、1走はトップで受け取ったって、はい、2走がなんかちょっともたついてるぞみたいな、うんうんうん、ね、そういう感じだから、うん、まだ3走にも渡ってないからバトンは。そうですよね、うん、でアンカーに渡った時にどんな野球を見せてくれるかっていうのが楽しみだよ。残り例えば20試合30試合ってなってきた時に、さあどうなんだろう、最後のムチを入れる時ですよね、うん、まあ、400m リレーでさ、はい、ね、1走が走ってトップ行ったって、うん、その分ゴール切れると思うか。思わないです。やっぱ不安だよな、はい、それが2走がもたついてさ、うん、一旦抜かれそうになった、抜かれた、ああ抜かれたって、ああもうダメだってサジ投げるか投げないよね、まだ2人も残ってるんだから、うん、ね、そうですね、うん、だから長い目でね、うん、ちょっとね見ないと、はい、もう監督もやる人いなくなるの。本当に監督が潰れちゃいますね。本当だよ、監督潰しかよ本当ですね、ああ